はい、こんにちは、山亮と申します。まあ、今回からね、特殊取扱いの説明やってますけど、今回はまず速達のね、説明していきたいと思います。じゃあ、速達って何なのかって言ったら、まあ、郵便版の特急券と思ってください。まあ、特急券でも、JR の特急券、自由席の特急券と思ってもらった方がいいかな。まあ、いわゆる、とにかく早く届けますよっていうね、やつになってます。で、料金ね、これ、ね、250g まで290円っていうね、風になってますけど、これね、一つ気をつけなあかんのが、250g までなんです。それ超えてくると、実は290円で送れないんです。これ意外と知らなくてね、料金不足になるっていうケースね、見受けられますんでね、お気をつけください。一応書いてありますが、1キロまで390円、4キロまで660円、で、あります。あと、ゆうメールっていうサービスが別であるんです。これはまた郵便とは実は全然別物で、郵便と似て非なるもの、パッと見は郵便と全くほぼ変わらないんですけど、まあ、ゆうメールって言ってね、まあ、これは荷物っていうあたりの商品なんですけど、まあ、それはまたゆうメールだけやろうと思います。とりあえず、ゆうメールってなってる場合は、またここの料金変わってきますというのをちょっと頭に入れておいてください、っていうのがありますけど、基本的には290円と。で、これもう一つ大事なのがプラス基本料金ね。これ最初のところでね、この、特殊取り扱いの最初のところでだいぶ口酸っぱく言ってましたけど、290円だけで送れません。これにプラスその基本料金ね、84円なりね、何なりね、その、郵便物によって料金変わってきますから、これをちゃんと払わないといけませんよ。たまにね、290円切ってだけパチッと貼ってね、速達って言ってね、出してる人いるんですよね。あーちゃーってね、いうことがありますので、これはお気をつけください、ということです。で、まあ、目安としては、どれぐらい早いのかという目安なんですけど、まあ、大阪を17時に出したら東京には午前中には絶対着きます。東京23区にはね、確実に、着きますよというような感じです。まあ、四日市の場合でしたら、四日市やったら大阪なんか当然着きますし、東京も、午前中に着きますし、ただ横浜はね、確かにね、四日市からだと無理なんですよね。横浜は確かお昼12時から12時14時か、の、便になりますよとかってね、いうような即位置なんて言ったりしますけど、それでも便になったりしますよと、いうことですね。あとはそんなところですね。で、まあ、ここの下からは、まあ、共通のね、特殊取扱いの商品の、共通の特徴をここでバッと出していきます。で、速達の特徴に関しては、無償席、無追、追跡なし、賠償なし、対面配達、って書いてありますけど、何のことやって、無償席っていうあんま聞かない言葉かもしれません。これ何かちょっと簡単で、サインもらえやつですね。サインください、フルネームでサインください、もしくは印鑑お願いしますっていうやつ。あれを証跡って言います。配達証にもらうやつね。まあ、これはよく使うと思いますね。ヤマトですとかね、佐川ですとかって言ってね、アマゾンの荷物届きましたってサインくださいって言われるでしょ。あれですね。うん。あれのことを証跡って言います。で、速達の場合はそれはありません。サインはもらわずに配達します。で、追跡もありません。いわゆる、追跡サービスがないから、今どこにあるのかはね、そのバーコードでね、番号が分かってとか、そういうのはないですよということですね。で、あと大事なのが賠償なし。これね、一切賠償がありません。ですからね、遅く届いてしまったね、例えば午前中に届くって言って取ったのに、昼過ぎになって届いてね、大事な会議の資料が間に合わんかったやないか、どうしてくれるんだ、賠償だって言っても賠償できないですね。っていうのが、ことです。中身が壊れとっても一切賠償はありません。これはあくまでも郵便は通信だからです。情報の伝達であるんで、中のものが怖いぞと、いや、そんなことしませんから、ただの通信手段でございますっていうのが、郵便局の、前提になります。これがね、お客様のニーズと、いわゆるお客様が考えるサービスの前提と、全然なんか郵便局がずれてるっていう根底にあるところですんでね、そこはね、まあ、ご理解をいただいて、まあ、郵便局もね、まあ、そういうね、ところね、全然改善する気配ありませんからね、それはそれでどうかと思いますけどね、ということで、まあ、とりあえずそういうサービスなら、もうね、もうこれは仕方ありません。さあ、もう場所がないというもんなんだから、賠償されないとしか言いようがないということですね。で、いうことです。あとは対面配達なんですね、実は。速達は、ほえで、届いた届かんかったってね、言われるのが困るんで、基本的には対面で配達します。でも、不在やった場合には、まるっと起きるなんてよく言いますけど、不在表を切ってくるわけじゃなくて、基本的にはポストに投函します。で、これね、まあ、よくクレーマーさんとかがよく揉めるやつなんですけど、ですので、速達は基本的にドアの受け箱に送ります。集合受け箱には入れません。集合箱受け
箱に入っとってねとか、あと逆にどの受け箱に入れるもんで、逆に届いとること気づかなくて、ね、普通郵便って下の集合受け箱に入るんで、あいつ前に建物届かんやないかって問い合わせを受けたら、ドアのところ開けたら、あ入っとったわって、こんな分かりにくいやないかって、結局大事ないる時にいらね、俺取りやんかったやないかみたいなね、ことのトラブルは多いんですけど、速達は基本的にそういった場合ね、マンションとかで上の階とね下のところに別々でね、受け箱がある場合は上のその玄関の窓口のところに入れてきます。まああのオートロックあるところとかは別ですよ、中に入れませんからね。まあ、逆に言うと不在やったのにどうやってお前オートロックで上に入って、実際あるんですよこういうトラブル。8階にね、配達があって7階にもあったと。もう8階行った時に7階に直接ピンポン鳴らしておらんかったからってそこに出てきたら、どうやって入ったんっていう風になるんで、あの、うん、不審にしたんちゃうかとかっていうね問い合わせ実際になりましたよ、っていうことがありますね。まあ、基本的には、そういうようなことがあります。まあそれはもうお客さんの住んでるところによってちょっとケースバイケースなんでね、ということになりますということです。で、差し出し方法は実はこれ大事なんです。右上部、右側部に赤回線を表示っていう風になるんですよね。で、一般的にはアテナ名に速達と赤字で明記って書いてありますけど、要は普通速達ってこういうイメージがないとか、郵便があって宛先があってここに赤字で速達とかって、書いてあったりとか、もしくは上にね、上かな、上にね、速達、上の方が多いかな、速達は、速達ってね、こっちの方が多いかな、イメージとしては。速達って書いてあるケースがあると思うんですけど、実はこれは正式ルールじゃなくて、一応正式ルールは速達って書くんじゃなくて、赤線を引っ張ってくださいっていう風になってます。これで速達という意味をなすという風になってます。で、まあこういう風にして書くっていうのが、実は正式ルールで。だからよくね、あの、一般的に売ってる、あの、百均とかで売ってるような、あの、印鑑、スタンプでポンって押したらね、こういうのを押せるやつあるじゃないですか。よく見てみると、速達とかっていう場合にも、こうやって横に、こうやって横線が入っておるようなタイプのやつがよく売ってると思うんです。これなんでかって言ったら、速達は本来線を引くっていうのが速達なんでっていう法的根拠に合わせてるっていうことなんですよね。まあ、その方が分かりやすいですしね、字だけで書いてあると、ね、結構気づかないようなケースもありますから。ということで、こういうようなのが速達の、まあ、出し方のルールというかね、まあ、一応実務面でこの辺りまでは説明しようかなと思います。で、速達に関しては、これはポストで、出すことができます。速達って書いて、規定の料金貼っつけとけばね、ポストに入れておいたら確実に速達で解きますよっていうのがありますよというのがあります。あとは、ただ、そこのポストの、取り集め時間には注意してください。ポストで出したいね、17日までにね、あ、ポストに入れたから大丈夫やと思ったらね、そこのポストね、朝の11時にしか帰ってね、回収がありませんってなっとったら、まあ、取り集めって言いますけど、我々は業界用語で、取り集めのないポストやったら、そりゃ届きませんからね、飽きませんから、それ誰も回収に来ませんから、っていうのは気をつけておいてください。回収時間はね、必ずポストに書いてあります。それを見てね、あ、大丈夫かなっていうのをね、確認してください。で、例えば11時って書いてあるのに、10時58分とか10時半とかに、あの、ポストを開けて、回収したから OK っていうふうにすることは絶対にありませんので、11時回収ってなってる場合は、絶対11時00分以降でないとポストの開館ができないっていう、あの、これすっげえ厳密なルールがありますね。万一1分でも早く回収しとった場合には、もう一回行かないといけなくなりますし、というかね、基本的にもう、あの、システムエラーが出て、あの、開館予定時刻より早く開館が出ましたって言って、警告がね、ビーってね、あの、課長のパソコンに出てきてね、なんとこったってなっちゃいますんでね、絶対大丈夫。あ、というかね、あ、もう今のやつはね、もうね、ピッてね、QR コード読んでね、あの、取り集めコードっていうのを読むんですけど、それすらできないようになってます。あの、予定時刻より前なので、まだ回収ができませんとかって言ってね、ピー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 って言われてね、いうようなことがあります。はい。もしね、あの、この顔をね、四日市の私立病院で見かけてね、たまにね、プラ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 ってなんかお前病院でコンビニとの間プラプラしてるなとかっていうのを、見かけた方がもしいたらそれです。あ、しまった、5分前についてしまったって言ってね。そうするとね、もう嫌がおうでもね、5分待たないといけないんですよ。というね、いうのがあります。まあ、今までの中で3回ぐらいやったかな、そういうこと。はい、あ、今日早く着いたと思ったけど、そうやったっていうことがあります。まあ、そういうのは、すいません、雑談になってしまいました。で、
ポストの引き受けができますけど、大事なのは JR の特急券と違って、遅延時の払い戻しはありません。これ、JR の特急券でも、いわゆる指定席とかって言って、乗る列車を指定してる場合なんですけど、自由席特急券では出ないです。はい、払い戻し出ないんですけど、これね、遅延時の払い戻しっていうのはありません。JR の場合、2時間を超えとった場合には遅延払い戻しがあるんですけどねっていうところが、大きな違いとしてあります。というところらへんですかね、速達に関しては。まあ、このあたりだけね、押さえておくときも速達レビューに使えるかなと思います。まあ、一応速達はその代わり、ちゃんと高い料金をもらうだけのことはやりますよということで、必ず機械にかけないとかね、手分で、やるとかっていうようなルールがあったりして、機械でね、よく誤送って言ってね、機械のバーコード読み取り間違えてね、ピューンって全然違うところに行っちゃったってよくあるんですよ。福岡のやつからね、よう入ってきたりとかしてましたからね、四日市に。なんかね、番号の、郵便番号の兼ね合いでとか、510と610をね、読み間違えてとかいうの、ようありましたんで、そういうのがないように必ず人の目で見てやるっていうね、まあ結構マンパワーでやるんでその分高くなりますよということ、いうふうな感じで一応努力をやってますよっていう形ですね。まあこれがまあ大体速達の、一連の流れになります。ということで、まあこの動画はこれぐらい締めたいと思います。ちょっと長くなっちゃいましたね。ご視聴ありがとうございました。